は韓国のトッポギのトッピングで人気のブンモジャ、あの中国のね極太のもちもち麺、まあ、麺って言っていいのかどうなのかわかんないんですけど、とりあえずこのブンモジャで、おしるこぜんざいを作ってみました。スーパーのねトッポギお餅のコーナーで見つけたこの普通のブンモジャと緑茶のブンモジャです。ちょっと初めて食べるかよくわかんないけど、とりあえず今日はお茶を合わせます。じゃあこれで早速食べていきます。いただきます。ちなみにこの柚子大根は私が家でいつも作ってるやつです。で、あのぜんざいの方もね、私が炊飯器で作ったやつです。小豆と水と砂糖と塩だけで、炊飯器で簡単にぜんざい作れるんでね。はい、じゃあ食べます。まずちょっとねぜんざいこんな感じです。どうかな、炊飯器で2回炊くだけ。うん、ちょうどだわ、おいしい。あのちょっとね甘すぎないぐらいが私好きなんで。うわー、これ、はあ、お餅の代わりにぶんもじゃってどうかな、やってる人いる？うん、思った通り、もうほぼ餅だ、ゼリーみたいな餅。合う、すごいおいしい。うわ、うわ、ぜんざいになってる。私の手製柚子大根。うん、バッチシ。うん、なんか私甘すぎるの苦手だから、もうぜんざいも柚子大根もちょっと少なめです、砂糖が。あ、こっち砂糖入れてないわ、あの柚子ジャムの砂糖で甘くなってます。抹茶の緑茶の方、ん？ん？緑茶か？見た目色だけじゃない？ちょっとわかんないんだけど、どうなのかな。ちょっと待って、もう一本食べよう。これ緑茶かい？わかんない。柚子大根が美味しい。っていうかね、ぶんもちゃの説明あんまりしてなかったんですけど、これトッポギ屋さんで頼むぶんもちゃとは違って、ちょっと先がね鼻の形してない、本当はなんかお花形なんですよ。でも食べたら一緒、もうプルンプルン、もう本当に餅とゼリーの中間ぐらい、ちょい餅よりか。うん、このプルンプルン感、もう最近さ、韓国どこのトッポギ屋さんも当たり前のようにブンモジャと中国タンメンあるから、もう珍しくないけどさ、もしかして日本の方まだ食べたことなかったら、これブンモジャはトッポギなしのブンモジャだけっていうのとかも売ったりするぐらいだから、本当に人気です。おいしい。これぶんもじゃで全然ありだな。私餅の代わりにぶんもじゃ全然ありだと思うわ。これ全然。
ぱちょっと酸っぱい柚子大根にこの甘いぜんざいすっごい合う。美味しかった。もうお茶ほとんど飲んでない美味しかったよ。え、餅の代用で分餅茶全然ありじゃん。でもさ、餅ないのに家に分餅茶あるってどうなんそんなことある？分餅茶なくても餅はあるよね。いや、それは家庭によるか。でも餅の普及率の方が高い気がする常備品として。で、今日作って食べてみて思った感想、分餅茶ってやっぱり餅とそんなに変わらない。だからトッポギトックですね、韓国の長細いお餅があるんですけど、それとすごく似てるけど、ただそこにゼリー感を足した感じ。あのね、プルンプルンしてるんですよ。なんかもちもちプルンプルンみたいな。だからこの食感がね、すごく私は好きで、分餅茶ぜひおすすめしてます。韓国で、ね、トッポギ注文する際はトッピングに分餅茶って入ったらぜひ追加するのおすすめです。私は中国タンミョンより分餅茶派かも。で、緑茶の方はそんなに緑茶の味しないから、もう色だけって感じです。で、ね、まあ柚子大根が自分であの今回漬けたやつ、なんか今までで一番美味しくできた気がするいつもも美味しいんですけど、今日のさらに美味しかった、いい感じ。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。落ちちゃった転がっちゃった